とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、タワー更新来ましたね。21階です。素晴らしい。で、装備はまあ、重力入れればいい感じかな。ちょっと待って、なんか見たことある、やったことある、ここで。最後に雪ゾンビが3、4体出てくるんだよね。あ、いや、意外と多い。でも確かにこれはやったことある。お、あ、スパイダーいいな。スパイダー、うん、エンチャントもいいっすね。どっち入れるか、クールダウンと、まあ、クールダウンだろうね。雪玉も捨てがたいけども。あ、で、瞬速も後々入れよう。素晴らしい。お、いいね。耐久自体は、まあ、若干下がるだろうけども。ちょっと待って、ここ、この後クリーパー出るよね、確か。ほら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 、完全にやったことある。しかもそんなに前じゃない気がするな。こんだけ覚えてるってことは、意外と最近ここやったんじゃないですか。なんか覚えてる。おい、なるほど。あー、ハープーンいいね。いや、でもいいか。いいです。これ以上にいいのもありそう。ハープーンの長弾がついてたからね、かなり使えそうでしたけども。ちょっと待って、エンチャント入れよう。回転もいいけどな。おし。お、いいね。いい場所。てか多いな、こう敵を。敵めちゃくちゃ多いし、めんどくせえこいつら。待って。お前、そいつ、しゃ、はい、お、まだいるのか。結構多いよここ。はい、3回クリア。おー、なるほどね。ちょっとめんどくさい。あー、ヘビーいいよね。ノックバックで落としたりできるからね。ヘビーで変えていきましょう。武器もなんかね、そろそろ変えたいですね。多分ボスが次か、うん、この次ぐらい、いや、まだだな。でもなんかボスがそろそろ出てくるような気もする。ならば武器は変えとかないとね。あ、出るよね。もう出ないかな。出らんね、出らんね。よし、で進みます。はいはい、おお、めんどくせえやつがおるな。よっしゃ、おい、ちょっと待って、お前ら、ええ加減にせよ。よし、 OK。 ヘビークロスはね、いやー、ものすげえ使うのよね。26本って少なっ。これちょっと考えながら打っていかんと枯渇しますね。お、あ、デュアルでもよかったね。デュアルもよかったよ。でもまあまあ、せっかく取ってるんで、剣でもいいけど、雷の杖をちょっと持っていこう。 OK、 でも
も瞬速1じゃあんま変わんねえな瞬速変わんねえな。よし OK。 あー多いね敵が。ちょっと待ってパン食べよう。よし敵多い。 OK。 でもね攻撃力が低いんであんま回復しないね。よしロッパー吸収があんまり回復してくれない。終わり？え、まだいるんかい。よしまあとりあえず5回クリアで商人ね。あーいやーいやあー羽ピョンね。でも羽ないんだよな。いやあったね途中で羽あったね。あな羽でピョンピョンできるちゃできる。おお金細工かい。まあうんこれでしょうね。82瞬速も入れときたいけどもエンチャントが足りなかった。でここか。おっと待ってうわー結構硬い。よし OK。 敵硬い。やべあーちょっと武器がもう弱いんだ。そうか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 。な途中の剣を取ってきてもよかったかもね。うん剣を取っ、うわこれ結構きついね。いやもう矢がない。おーなるほどね。あぶねまたやられそうやった。いやー落とせ。よしおいい嘘やろどんなとこにおるのあれ。でここにもいたと。はいはいはい。おいちょっと待って。よしマジかこれすっごい嫌なやつなんだけど。ああいやーこれね途中で武器なんか取っとかんと厳しい。うん武器ないとこれちょっと厳しいよ。まあまあ雷の杖を使えっていうところなんでしょうけども、まあボス用に取っておきたいっていうのがね。うわ多いな。逃げるなって。よし敵多い。終わり。いや嫌な場所。あここはいや槍でもいいな。でもまあ火力としてはあーなるほどね槍の方が良かったかもしれない。行きましょう。うんちょっと槍の方が行きやすかったかなこれだったら。うお危ねえ危ねえ危ねえ結構出るね。 OKOK 矢はめっちゃ出てきてくれた。うん、やっぱスライム倒すとソウル溜まるから嬉しい。おお終わりかい。8回終了でまだボスじゃないの。あうんこれも間違いない。乱射エンチャントがいい。
いやでも入れれないな。こんなもんか。俺は下の方からスタートします。はい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 、よし。もう、いやこれ蜂出したい。よし、蜂を出していきたい。出ない、蜂が出ねえ。よし、まあまあもういいもういいもういい。こっちにもいるんかい。終わり？なんか全体的にめんどくさいところが多い気がする。ああバジネソってボスがまだ来ないの。これ終盤にポンポンポンと3回連続でボスが来るかな。よし、どんな感じになるんでしょう。めちゃくちゃ難しいところはないとは思うんですけど、なんかめんどくさいね。今シーズンはちょっと面倒だわ。 OK、 よしよし、そろそろ痛い痛い。あ、マジネスト出してなかったの。よし、意外と敵も多めですね。ここあっちにいるで、なんかねこのちょろちょろ湧くっていうのがね嫌だね。で次はボス。いや違う、商人。これはまあ、こっちかな。あ、ちょっと待って、怒りいいぞ。そうね、怒りにするか。ね、いつも俺あんまり怒り使わないので、うん、スパイダーもあるし、ちょっと怒り使ってみましょう。おー、で、ピシャリだし。ぴったり。あ、ならば、最初から、羽は取ってくるべきだったね。うん、羽は絶対取るべきだったわ。OK。んで、まあ、吸血でしょうね。ボス戦だったら追い打ちでもよかったけども。OK。何が来る？こっち、これ、こっちだ。ちょっと、ちょっと、ちょっと。オッケー、まあ倒せたからオッケーとしましょう。あっぶねあっぶね、きついきついかもちょっときついかも。羽が欲しい、めちゃくちゃ羽が欲しい。いや普通のね装備に変えてもいいんでしょうけど、やっぱね攻撃速度アップがねないとちょっと怒り厳しいよな。まあまあ吸血もついてるしいけるっしょ。うん、吸血もついてる。今回はちょっと怒りで行かせてもらいます。ただこのね冬のゾーンに怒りってものすごく相性悪いのよね。めちゃくちゃ相性悪い。じゃあじゃあ OK、いいね、めちゃくちゃいいじゃん。やっぱね火力は間違いない。よし OK、 もう毒ダメージでね余裕で倒せるし。終わり？あっち側にあと 1,2 体いておしまいでしょう。これキノコがね最後出てきてくれれば嬉しいけども、まあ出ないだろうな。キノコは出ないでしょう。
いやいや、なんか微妙だぞ。まあ、途中にハネピョンのやつもあったから、あれも取って、で、ブラストとか取っていけば、うん、面白い戦い方できそうね。変えます。でも、エンチャントはこっちに入れていく。あー、いや、足らん。で、今回冬ばっかり。いや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 、じゃあ嫌な場所ほんとに。あ、でも弓全然使える。うん、弓だけでいけるわ。よし、ちょっと待って待って待って、いや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 、じゃあ嫌な場所だわー。 OK。 あ、でも吸血で一気に回復できるからまだ余裕があるね。よし、いやー、やっぱ久しぶりの怒りなかなか難しいな。パワーシェイカーでいきます。で、トムを3で毒ダメージを最大化していきましょう。何が来る？ムーシュルームかジャングル、どっちか。あ、違う、うっす、ちょっと待って、お前はい、もう確実にね、あいつから倒さないと痛い目合うからね。おお、俺釣り竿もあるんだ。ちょっと待って、防具変えたいけどさ、いや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 、商人が出るのをちょっと願う。でももう雷の杖ももう弱いのよね。うん、し雷の杖よりも怒りの一撃の方が断然強い。オッケー、まだ出るでしょ。もう、よし、オッケー、危ねえ、しゃ、いいね。やっぱ怒りね、火力はもう抜群よ、むちゃくちゃ強い。ちょっと待って、嫌なやつがいる。ちょっと待って、嫌なやつがいるけど、これで倒せるね。パワーシェイカー怒りで、よっしゃ、オッケー、もうやめろ、あぶね、あ、敵多いわ、こう、あぶな、じゃあのエンチャンターまず倒さんとどうしようもないね。よし、ちょちょちょ、エンチャンターされまくりや。エンチャンターをまず潰していった方がいいですね。ちょっと場所を覚えとこう、エンチャンターが出るところを。マジで嫌なやつ。よし、いや、もうそっちにもいるんかい。よし、あとはここ上だけ終わり。いや、まだいるな。よし、いやね、21階だけどめんどくさい場所が多すぎない？ほんと、特にないな。乱射入れるか、別にね、エンチャントは入れんで。あ、ちょっと待って、いつも難しいで有名なこの場所、多分今回も難しい気がするぞ。テンポセットを一応入れとけ。あー、だよね、だよね、こいつが出てくるのね。はいはいはい、あ、はいはいはい、なんか見覚えがある。
よし、オーケー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 、テンポセフトで足遅くしとかんときつすぎる。ちょっとちょっとオーケー。あ、でもあとはあぶねあぶね、もう本当に防具のねパワーが少なくって、もうダメージめちゃくちゃ受ける。途中で防具変えたいけどさ、でも怒りがね使いにくくなるから、微妙なんだよね。まあ、このまま進ませていただきますわ。いきます。ここ多分敵いっぱい出るんでしょ、どうせね。知ってる、敵がいっぱい出るっていうのは。よしよし、オッケーオッケー。でも本当これあれね、序盤で金を取ってくるのを忘れんようにせんといかんね。うん、金は絶対必要。あー、くそ、あんにゃろ。ちょっと待って、すっごい戦いにくい。よし、オッケー。相性がめちゃくちゃ悪い。よし、相性悪いな、ほんと。よし、敵とのね相性がほんと悪い。終わりね、はいはいはい。ちょっと まだ商人来ないんですか。爆発に変えようか。ああ、もう爆発だけでいける感じにしとった方が良さそうですね。一応クリティカル入れとけ。はいはいはい、うんうんうん、もうワンパンワンパン、オッケー。よし、嫌なやつ、待て待て、危ねえ。あ、待って待って待って、危ない危ない。もう爆発でガシガシいけ。これで回復していくしかないもん。終わり。はい、いやー、やっぱね怒りはちょっと気をつけないといけませんね。オッケー、うん、いや、もうむしろこのボスだけなんで怒りを上げてもう一気に倒すか。こっち上げたいけどさ、耐久力もう全くないから。でももう一撃で倒すぐらいの勢いでいけば大丈夫じゃない。それでいこう。雷の杖は別にそんな使わなかったね。だから雷の杖のところを羽にしとけばまあまあまあいいんじゃないですか。おーい、マジでか。ちょっと待って、こいつが来たっていうのはちょっとまずい。こいつ来たのまずいな。よし、 OK。 うん、まあまあまあ、いやー、ちょっと待って、これ防具上げるべきだった、完全にミスった。よし、 OK OK。 よし、 OK 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 OK。 待て、どこ？オーケー、いける。オーケー。減らしきれないか。でもいいダメージは入ってる。はい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 。まあまあ次で倒せる。次で。ははは、危な。危ねえ。テンポセフト入れて。
一気に行きましょうか。よし、終わり。いやー最後ミスったな。でもまあ倒せたからよしとしましょう。どうだ、うん、イカが出てる。まあまあいらんね、エンターテイナーいらん。え、何が来る、無謀。あ、レキ3だったらよかったけどな、1はちょっと効果が薄いか。まあ、こっちにしときましょう。はい、ということで、クリアしましたけども、まあ、装備をミスらなければ、まあ、20分ぐらいでクリアできるんじゃないでしょうか。かなりミスりました。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。